これがあれですかね、北急西園寺港とかに使われる車両が今ちょうど止まってるんですね。さあ駅前まで来ましたけど、ほう、あ、でっかく案内も載ってるわ。もう1号ポストもありますね。あ、立派な駅舎だ。で、ここがね、もう電になってて、で、今8時25分か。で、こっちはこんな感じなんや。開催、開始かまでは300円ね。で、そこにね、体温測れるし、あれですね、下に自動で、あの、アルコールが出てくるのもあるんですね。さっき、あの、使わせてもらいましたけどね。で、いろんな観光案内とかもいっぱい出てますし。で、あそこがイベントの、あっちがイベントの、あれか、販売所になってるのか、すごいな。もうすごい人だ。へぇー。よし。なんか結構人もいっぱいですし、まあ私、ね、待っとってもあれですから。あそこはすごいのよ。先に観音さん参りましょうか。よし。観音さんどういったらいいの。あ、裏道の方から参道になってるんや。厄除け街道いいですね。で、あ、そうかそうか、広い道の方行かんでも旧道の方歩いていくやったらこっちの方がいいですね。でスーッと行けるんですね。旧道の方が行きましょう。じゃあとりあえず水間駅までも来ましたし、こっちから行けるの？これただでも、あ、こっちだね。で、あ、そこの待合所がすごい人やね。あ、今回のイベントすごい集まっとるんやね。おお。これ多分イベントのあれでしょうね。あ、このところに動詞のやつが置いてある。へえ。で、先にじゃあ観音様お参りさせてもらいましょうかね。ここは600円。はあ、ははあ、その先が、あ、でも車両基地までも結構近いんや。へえ。今回私完全に単独行動で来てますからね。誰か周りのやつ来るかなと思ってましたけどね、私が声をかけるのを忘れとったっていう元も子もない。で、ここは、あ、これか、ツイッターでやっとった。ここであれ、君屋さんでしたっけ、うどんが、出道が出るよっていうことらしいですね。なるほどなるほど。あ、でそっちのままちょっと行けるんや。なるほどなるほど。よし、じゃあ10時のイベント開始までは時間もありますし、先に、じゃあ先にどこだったっけ、水間観音さん、観音さんね、お参りしてきました。おお、結構この細いところグイッと入ってくるね。なるほどね。こっちが参道になってるみたいね。じゃあ先にね、旅の成功期間と行きましょうや。思ったより結構早い時間からいっぱい来とるんですね。すごいね、みんな。これ普通に朝の6時とかから来て見とっても面白かったかもしれませんね。まあそれは起きるのがしんどかったからあれですけど、まあ、言うて今回もね4時間ぐらいしか寝てませんもんね。そうそうそう。で、これが参道なのかな、街道なのかな、旧。で、あ、結構細いわ。この道ずっと行ったらいいみたいね。あ、これも細いわ。車だと大変そうですね。この道幅だもんな。もう道の駅でいいみたいですもんね。あ、こんなとこに資料館なんかもあるんや。
裏水間ってなってますね。水間に来た芸能人ね。天下廃道士って感じですね。これまっすぐでいいのかな。道なりってなっとったんで、奥かなり狭いけど、お、20キロ制限です。まあまあ、それは20キロしか出せませんよね。この道の細さやったら。これで一方通行ちゃうんだ。裸ですね。本当にこの道やっとるのか、わかりませんけど。でもまあ、赤観音さんらしいの、お堂らしいものが見えてきましたね。あ、こっちで合ってんだね。街並みもいい感じですね。水の量は、あ、そうか、最近雨多かったもんな。だいぶ増えてますね。で、そのまま用水路に、あ、こうやって分水させてね、川のジャンクションなんですね。すごいな。よく見ると、あ、酒屋さんいいですね。なんかお寺さんの前って老舗の酒屋さんが多いイメージですが、なんででしょうね。あ、こんなとこにも道士が。これが16個あるんですね、確か。酒仙道士。酒の泉。いや、いかにもうちのチャンネルにぴったりじゃないですか。あ、こっちから回るといいですね。で、完全に地元の方向けの公園もあるし、ここで通れるかな。もう今絶対通れないでしょうね。無理だ、メタボの私がやったら多分大変なことになりますね。痩せないといけませんからね。また健康診断もね、 C 判定食らいましたからね。いやー、この年になると嫌ですね、健康診断。あ、このところにも照明を通して、普通の民家っぽいところにしれっといるんですね。なんか参道に向かってる感じですね。あ、すごい、見えてきた見えてきた。まあまあ10分ぐらい歩いたところにあるんですね。危ない危ない、これ安全靴で来とったら多分もうこれで足が終わってましたね。これは何なんだ。あ、ワンちゃんの日よけにしても年季があるよな。でも日よけに使ってますね。有効活用してるみたいでよかったです。で、あ、これで通りに出るのな。あ、ここにも道士さんいるし。わあ。お、ここは？こんにちは。あ、こんにちは。あ、かちわ屋さんか。すごい。あ、でこれで神田さん、あ、水間っていうだけあって水の音がいいですね。あ、すごい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 。ちょっと水温 多いですかね、今時期。あ、こんなところにも願掛け地層があります。まず最初にじゃあちょっと願掛けていきましょうね。はいはいはい。うちのチャンネル職場人を祈ってやっておきましょう。